洋信は、新末、中華民国の軍人。天軍の指揮官の一人で、後に、孫文に属した。字は英派、月派。雲南悠久師範学校、雲南陸軍工部堂を卒業し、合わせて中国同盟会に加入した。後に、雲南軍で英長などを歴任する。1911年10月、最初は、東王次行らが、昆明十九金義を発動すると、 洋神もこれに参加した。1912年5月、洋神は、雲南軍、第2子、第7弾団長に任せられた。1915年12月、五国戦争が勃発すると、五国軍第一軍第一帝団、第2子隊長に任せられ、施設に出征した。この時、洋神は、第1子隊長、東安市中と協力して、敵軍を撃破し、 軍港は県庁であった。1917年、靖国連根軍参謀長に任せられ、後に日本へ軍事視察に赴いている。1920年12月初、洋新、東安市中、金関金内ら雲南軍指揮官は、雲南軍の最高指導者、東欧津に行に不満を抱き、秘密裏に集会を開いた。会では、平変の迅速な発動が決定され、合わせて、 要は、安国軍第一軍軍長古品賃に軍を混明に、返すよう進めた。翌年2月、帰り見、等要、金田は平変を発動する。この時に、同じく平変を起こした派を迎撃していた党は、不意をつかれ、香港へ逃走した。こうして子が、雲南省の政権を掌握し、要は、第三英寿司令に任命された。後に、 雲南軍第3軍根制旅旅長に任ぜられ、さらに北伐天軍第2祖事司令も兼任している。しかし、1922年初めに、要は帰り見から土肥の暮れ学兼と秘密裏に結びついていると猜議され、突然、第2祖事司令の職から解任された。要も、また金を猜議して、恨みを抱き、金の暗殺を図る。事前に計画が漏れたために、 要は逮捕され、厚生省へ追放された。1922年、要真は孫文から大本営参謀長に任命された。翌年4月4日、陸海軍大元水府参謀所、高級参謀に任ぜられ、同月18日、大本水府秘書所秘書に転じた。1925年、孫文の命を報じて、範囲姿勢率いる軍に加わり、 円滑ら貫恵軍団一素寺葬式に任命された。しかし、同年6月1日、養親は厚生省で暗殺されてしまった。去年37、ありがとうございます。